はいえでは令和5年度土地家屋調査士試験午後の部卓一の回答速報始めていきたいと思います担当は歴戦に講師木村ですよろしくお願いしますはい、えー、まずは皆さん本試験お疲れ様でしたいかがでしたでしょうかきっつい年になってしまいましたね、えー、もうとにかく卓一土地建物すべての問題がハードだったと思います もう特に初年度の方はねもう本当に大変な思いされたんじゃないかなということで、えー、ちょっと胸が痛いです、まあ、土地に関しても建物に関しても、まあ、これは申請書がねもうほとんど書いたことないような申請書で出てきていて登記、まあの目的が何なのか申請書どうやって書けばいいのか。 まあこの申請書の書き方については、まあ、私は講義の中で申請書っていうのはあくまでも登記記録をこうしてくださいという登記官へのお願いだから登記記録がこの申請によってどうなるのかというのを考えていけばもうこれは書けるんだっていうようなね講義をしてるんですけれどもあくまでもこれって、まあ、やはりこう練習してきた申請書この書き方をちょっと忘れてしまった時の、まあ、思い出す方法 ね、まままああこれがメインで、まあ、講義の方はししてきましたなのでまあ全く書いたことのないような申請書を登記記録の展開を想像して書けっていうのはこれ学習経験者でもなかなか大変でなおかつ初年度の方は本当に大変だったと思いますなのでまずは「お疲れ様というふうに言いたい2時間半感想しきった人、ね、本当にお疲れ様でした。 あとはちょっと結果は分からないですけれども、まあ、とにかく、ね、合格発表までは待ってで、えー、まあちょっと難しいかなという人はもう1週間ぐらい休んだら次のことをねこれ考えていきましょう。でまあその契機としてまずは、まあ、当日ですけれども今の時点で分かっている卓一の回答、ね、こちらの方を一緒にね見ていけたらと思います。まあ、時間もあまりないので、まあ、かいつまんで問題の方はね、えー、見ていきたいと思います。 でまずは何と言ってもね回答一緒に見ていきましょうはい現時点で発表されている卓一の回答ですで横に書いてある赤いねこの絵文字は、ね、もうこれはまあ私独自のまあ主観でランクをつけてみましたで、えー、まあ民法まず民法ですけれども正直簡単ではなかったと思います えー、上から BBC ただ1問目2問目の B ランクつけた問題に関してはやはり解答にはねたどり着いてほしいなというふうに思っています。はいそして特徴としては不登法に入ってもやはりすんなりと解ける問題じゃなかったんですね。 で近年の問題だとやはりこの辺りってちょっとね解きにくい問題が出てくる傾向にはあるんですけれどもやはり 4B ランク 5B ランクで6は C ランクかなというふうに思ってます。はい、で7が B ランク、はい。でこの辺りでやっとねこうちょっと違和感なく解けるかな、えー、まあ自分でもねこれできてるなっていうふうに思えて解けるような問題だったんじゃないかなと思います。8, 9, 10は A はいそして11問目に行って BB でここからはねちょっとしっかりと取っていきたいところで13問目から17問目までこれは A ランクですはいそしてまたね最後でこう1819かなり取りづらかったんじゃないかなという問題もうここは C ランクにしましたで、えー、最後20問目は A ランク まあこの土地家屋調査手法はまあ、ここはバシッとね決められたんじゃないかなと思います。はいということでまあ、問題の難易度としてはまあ確実に昨年よりは上がっています昨年がもう本当にね、えー、優しい択一の年に当たったのでまあ、今年は難しくなることは想定していましたけれどもやはり取りづらかった。 で卓越もなかなかねこうしっくりいかないそして土地建物どっち行ってもやっぱり問題は長文だし登記、ね、の目的もなかなか分かりづらいしということでまあ本当に、えー、1年目の人にとってはね大変な年だったと思いますただやはり相対評価の試験ということで、えー、まあ、大変だというふうに思ってるのはみんな同じなのでやはり感想して、ね、まあ、とりあえず答案を 仕上げたという人はやはり合格発表まではね、えー、これは分かりませんから、ね、あとはもう蓋を開けてみるまでの、ね、お楽しみということで、ね、そこは割り切ってやっていくしかないのかなというふうに思っています。はいではこの後、ねえーまあ全部の足解説はねできませんけれども一緒に問題の方を見ていきましょうはい皆さんの血と汗がねここににじんでいると思います。 はい令和5年の試験問題ですね択一の方を見ていきたいと思いますはいまず第1問からはい、まあ、民法の問題ですけれども、まあ、できればこのね1問目2問目は取りたいかなというところですはいで「正しいものを選びなさい」ねここ間違えた人いないですよね 20問すべてにおいて正しいものを選びなさいだったら丸を選ぶ誤ってるものを選びなさいだったらツを選ぶ、ね、もうこんなところで失敗していたら、ね、もうこれ大変なことになっちゃいます。で正しいものを選びなさいで「まあ」あと「う」が正解なので、まあ、2番ということになるんですがこの「正しい足、はい」ちょっと見ておくと「あ」飼い主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために「 当該契約が無効とされる場合には売り主は飼い主に対し当該契約に基づく目的物の引き渡し義務を負わない、はい、意思能力を有しないものの法律行為というのはこれは無効なわけですよね。で無効というんだったらもうこれは初めからなかった効力を初めから効力が初めからないということになるので、まあ、これは目的物の引き渡し義務を負わないまあそりゃそうでしょう。 ね、なのでまあここがまず「あ」ねま、るで軸足にはなるかなと思います。はいただね、まあ、私も直前講座なんかでまあ択一問題全、ね、足読まずに、ね、これ解いていける問題、ね、その解き方なんていうのをやってきましたけれども、まあ、正直今回の二重問っていうのは、まあ、ほぼ全足読んで それでまあなんとか正解にたどり着くまあそういった問題だったんじゃないかなと思います。なので、まあ、正直ね時間短縮という部分でもまあなかなかねできなかったそれで記述に入ってね土地も建物もまあ厄介なねな長文の問題で本当に苦労されたかなと思います。はいでもう一つ「う」ですね。 飼い主が脅迫を理由として売買契約を取り消したときは、当該契約は初めから無効であったものとみなされる。取り消すことができる行為というのは、取り消すことによって無効になるわけだから。もうこれ文章の通りです。ね、なので、まあ、第1問。ね、細かい、ね、足。難しいものもあったけれども、回答にはたどり着けるかなというふうに思います。はい。第2問。 正解はこれもね正しいものを選びなさいなので「あ」と「え」で1番これが正解ですねはい正解の足を見ておきましょうあ A が高土地の所有者 B から高土地を買った場合において AB 間の売買契約上高土地の所有権の移転時期に関する特約がない時はってことはもうこれ契約と同時に所有権は飼い主に移転しますね はい、したがって A は当該契約締結後直ちに B に対して所有権に基づき公土地の引き渡しを請求することができる。はい、これその通りです。はい、そしてもう一つ A およ、ね、び B が公土地を共有している場合において無権利者 C が公土地に産業廃棄物を不法投棄した時は。 はい、まあ、こんな風に産業廃棄物とかあんまり土地家屋調査士試験で見られないような文言が出てくるとうんちょっと難しく感じちゃいますよね。ただ、まあ、不法に登記しているわけです、C、は、ね、そうすると A は単独で C に対して当該産業廃棄物を撤去するよう請求することができる。ねまあ、要はこの産業廃棄物によって妨害されてるわけですから妨害排除請求。 これは所有権に基づいて共有の土地保存行為として共有者の一人からすることができるしたがって A は単独でできますよ正しいはい、ね、なので、まあ、答えとしてはねこれたどり着いてほしいかなという問題です。はいで次にどうしましょうかね7番までいきましょうか。 はい7番「はいう」ちょっとこれね悩むかなということでこれちょっと解説しておきましょうか A が「表題登記」がない土地の所有権を原資取得した場合において A が当該土地の「表題登記」を申請する前に当該土地を B に売却した時であっても A は「当該土地の「表題登記」を申請することができるはい土地です 土地ということは、a が未登記のまま b に売りましたね。そうすると、この土地の表題登記の申請義務を負うのはね。これ b ということになります。なので、原則 a は当該土地の表題登記を申請することができるね。これは？a はダメですよね。b が表題登記の申請義務を負いますよね。なので、これをバツにしなきゃいけない。 ね、ただちょっとクエスチョンマーク、ね、つけたのはこれは A ができる場合もあるよね。ねこれででやはりちょっとと、ね、同じよううに考えた人いると思うんですなので、まあ、こういった問題に関してはやはり全ての足を読んで、ね、でこれは原則通り A はできないなで×バツをつけていかなきゃいけない。ねまあ、こんな風にす、まあ、全ての足を読まないとやはり、ね、判断できないような問題もありました。 はいで次に9はい問い9はもうこれね A ランクとしたんですけれどもまあ気をつけなきゃいけないのはあの足ですね定当権の設定の登記がされた土地について分泌の登記がされたあとは錯誤原因とする当該分泌の登記の抹消することはできない。はいこれ読み方間違えて例えて例ば 分泌の投棄がされた後に定等権設定投棄がされたこんなふうに読んでしまうとこれ丸になっちゃうと思います、ね、でももともと定等権の投棄がある土地を分泌した、ね、でその分泌線が誤っていた、ね、これは錯誤を原因とする分泌投棄の抹消これ可能ですね。 したがってこれでききなななないいいににってるのは誤りにしなきゃいけない、ね、今言ったようにこの分泌投記がされた後に定等権設定投記がされたになるとできないになる。ね、なのでここ間違えなければ他の足、ね、きちんと答え出していけると思います。はいあとは13いきましょうか。 ははい、いい、これもも A ランクつけたののですね。の足見ていきましょう、はい。正しいものを選びなさいですけれどもまず頭の「あ」これ「×」ですね。株式会社 A および株式会社 B が区分建物である高建物の所有権の原子取得者である場合においてはい、なので原子取得者は誰かって言ったらこの A と B この2つの会社です、ね、が原子取得者です。 で、高建物の表題登記を申請する前に株式会社 C が株式会社 B を吸収合併した時は、はい、合併後存続する株式会社 C は表題部所有者を株式会社 A および C とする高建物の表題登記を申請することこれできませんよね。 はいまあこれはよく相続自然人の相続で出てくる、ねまあ、内容ですけれども今回、ね、会社の合併といった形で出てきました、はいまあ、会社の合併もこれは一般承継で,、ねでまあ、この不動産が区分建物なんですよね区分建物ということは原始取得者からしか表題登記の申請できないわけです、ね、なのでこれは 原資取得者を表題部所有者とする表題登記の申請ということになります。したがって株式会社 A 株式会社 B を表題部所有者とする高建物の表題登記ということになります。ね、なのでこれは×。はい、そして「右の足も」はい。区分建物でない建物の表題登記の申請をし「 建物の名称を申請情報として提供して登記が完了した場合、当該建物の名称は当該建物の登記記録の表題部の建物の名称欄に記録される。区分建物でない建物って言ってるわけですよね。もうそもそも登記記録に建物の名称欄、これないですよね。だから申請書に書くときも、これどこに書くんでしたっけ。これ所在欄に書きます。 ね、で登記記録も所在欄に記録されます。したがってこれ×。はい、え数個の区分建物が属する1棟の建物を新築した場合にはその全ての区分建物について1の申請情報により建物の表題登記を申請しなければならない。はい、区分建物の表題登記一括申請が義務付けられます。ただ 1>, 1の申請情報によりはいこれですね。各別の申請情報でも一括申請すれば OK なわけですね。したがってこれ罰にしなきゃいけない。はい、まあ、この辺りの問題を確実に取っていくことはもうこれは当然っていうところになってくると思います。はいそして。 15。はい、一番下の尾の足見ておきましょうか。家屋番号5番である。高建物の付属建物を分割して乙建物とする場合には、高建物の登記記録の付属。建物の表示欄の原因及びその日付欄に5番の1。5番の2に分割。と記録される。はい。5番の1。 これはないですね。5番の2に分割ということになるので、まあ、ここがバツということになります。はい。あとは問い16。なんかも。はい、これは択一問題で合体の問題が出てきたら、まあ非常によく出てくる問題かなと思うので、まあ、こういったところをしっかり取っていけな行かなきゃねいけないかなというところです。 はいそうですねあとは第18問なんかはねかなり難しかったかなと思いますもう私ももう正直、ね、この「尾の足を軸にしてで「ま絵、あ、も確かそうだったかなもうこのレベルですね確実にバシバシと全部の足答えられるかって言ったらいや私も本当に自信がありませんでした、ね、なのでまあなんとか答えに たたどどり着けるかどうかううっっていい問題だったと思いますはい、まあ、その代わりといっちゃなんですけれども最後の問題はね全ての足がまあ重要 A ランクの問題といっていい問題だったんじゃないかなというところで、まあ、最後は確実に取りたいですね。はい ということでねまあかなり厳しい年になってしまいましたね。若干学習経験者の方の方が有利かなとは思いますけれどもまあ、学習経験者の方でもまあかなり厳しいと感じたんじゃないでしょうか最後までね終わらなかったっていう人もまあおそらくいたんじゃないのかなというふうに思ってます特に初学者の方はね特にですでまあこんな問題自分はこんな風にしちゃったよ今後どうしたらいいかなね。まあそういったことを実は はいちょっとね画面見ていただいて10月21日はいまあ、これが次の土曜日ですねまあ、こんな風に松本講師と2人でまあ、座談会少しね緩めでまあこんな問題だったねちょっと嫌な年だったねっていうのをまあざっくばらんに、まあ、話せるような場にしたいと思っています。で残念ながらまあ東京会場だけなんですね。 でまあ、配信等もないので、まあ、来られる方はぜひてて、えーまあ、ちょっと場所的に無理かなっていう方は11月の25日これは毎年やってますけれども詳細解説会ということでまあ 今回、ね、私択一担当してで松本講師がこのあと、ね、記述の方の解説担当するので11月25日はここひっくり返して松本講師が択一私が記述の方の解説してまあ違う目線でねお話しできればというふうに思っています。なのでまずは是非このね10月21日、ね、まだいろんなモヤモヤが残っているうちに。 ぜひ一緒にね皆さんとお話ししたいなというふうに思っています見えるかな私が邪魔かな消しましょうはいこれねぜひ来ていただきたいと思いますで問題持ってきていただいてでもう本当にね自分こんな回答してしまったよとかねそういったもう生の意見をぜひ聞かせていただきたいと思います はいでですねまあ今後ねどうしていったらいいのか例えばまあ結構手応えあったなんていう人にもぜひ来ていただきたいねで自分はこんな勉強したいねでまあだいたい自己採点でこのぐらいかなねそんな話も聞きたいですしあとはもう中にはもう本当に手が出なかったっていう人もいると思うんですそれぐらいやっぱり厳しい問題でした厳しい年でした、ね、なので どういった意見でもいいのでね、ぜひ聞かせていただきたいと思います。それにに真摯に、ね、お答えしていいきたいと思いまますす。ので、えー、ぜひご参加お待ちしています、はい、といはとうことで、もう本当にね、大変な年でした、東京はもう午前中、本当に大雨になって、まあ、会場に来る皆さんも大変だったと思います。 なので、えー、まずはちょっとゆっくりね、体とあとは頭、心、すべてね、休めていただいて、ね。で、土曜日から来られる方は来ていただいて、再始動ということもね、考えていきましょう。はい、ではこれで卓一の部の解説、終わりにしたいと思います。皆さん今日は本当にお疲れ様でした。